第五課は、五石家の一つ一条家の支流にあたる、公家、家族。公家としての価格は聖家や、神家。家族としての価格は、公爵家。江戸時代前期一条、明の次男、冬本を祖に創立された。家禄は、三百十二国。家門は、下り富士。遠方七年に、十三味左近江中将となり、九業に劣した一条、金刀の次男。 冬元が、同年、冬元のいとこにあたる霊元天皇から、第五の加盟を可視され、一条家から分家して、創始された。家禄は、三百十二国。通詞は、特に決まっていないようだが、冬、剣、明などが見られ、幕末以降は、ただしで一定しているようである。明は、御用税天皇の、第九王子であり、皇室の血筋を断景で引き継いでいる。途中、 第三大当主のケン・キヨシは、はじめはなかなか子に恵まれず、本家の一条家より、ケンジュンを養子に迎えていたが、やがて実施の当家、テルヒサが誕生。ケンジュンが創生したこともあって、当家、テルヒサが当主となった。また、死死をなくしたり、スキャンダルが起きたりなどで、再び当主の座につくものも見られるが、なんとか血脈が耐えることなく、 皇室の男系子孫としては、現在に至るまで続いている。これは、たびたび竹からの養子を迎えている本家の一条家とは異なり、途中養子を返していない。第五家が明治維新までに排出した苦業の数は8名。内大上大臣まで登った者はなく、左大臣まで登った者1名、右大臣まで登った者1名、内大臣まで登った者1名。 大納言まで登った者3名、中納言まで登った者2名である。明治新時の当主、忠政は、維新後、大阪府知事などを歴任し、明治17年7月7日に公爵に列する。忠政の女、吉子は、茅野宮国の利用費。忠隆が、老いである角太郎に射殺されるというスキャンダルが、発生し、忠政が再度家督を継ぐという事態により一時没落。 この事件は、角太郎の父忠告が忠敬の兄でありどもに諸子でありながら病弱を理由として家督相続されず病没。金銭に困窮し、また弟健次郎が家族待遇を受けられず、軍夫として台湾に出兵し戦死したことによる度重なる恨みの末の犯行であった。犯行時には、四条竜兵男爵が醍醐家を訪問しており、角太郎を捕らえるも、 ただたかが犠牲となり、その長女ため子が重傷を負った。昭和の時代の当主、ただしげは、海軍に入り海軍中将にまで進み、自重部官、第五潜水艦隊司令官、第六艦隊司令長官などを歴任するが、戦後戦犯に指定される。昭和二十二年オランダ軍によって、重殺刑に処された。ただまさの子、第五ただなは、指揮部官、商店寺長、 宮中古門館などを務めた。実践は、実施、転選は、養子、投資は太字。おたべゆうじ2006、P322、一条健康の書士。まだこのなかった、県、清の養子となった。この後に、実施の投下が生誕。県順自身は結局創生してしまい、投下がその後を継いだ。AB 一時、本家、一条実領の向こう用となるが、離縁されて、 第五課に戻る。代わりに、史上高歌の子、実輝きが養子となった。兄、高歌の養子となるが、離縁され分家した。国立歴史民俗博物館の、旧校給料取り調べ帳データベースより算出した、幕末期の第五計量は、以下の通り。ありがとうございます。